今回は民進党玉木雄一郎氏が最近発信した3つのツイートに関する話題です。その3つのツイートは昭恵夫人と籠池氏妻との間にやり取りされたメールに登場する民進党辻元清美氏に関するツイートです。これのどこが問題かと言いますと、昨日の動画と重なる部分もありますが、問題とされているのは3月1日付のメールになります。籠池氏妻から昭恵夫人に宛てたそのメール文では、辻元氏が息がかかった業者を小学校の工事に潜り込ませ、テレビ取材で工事内容について嘘の証言をさせたこと、またその業者の所属会社についての記載がありました。もっとも民進党の発表ではこの件は事実無根とのことですが、その業者がすでに死亡しているという話も今ネット上で話題になっているニュースですので、かなりこの闇は深いのかもしれません。この情報、マスコミには報道規制を敷いているのか、産経新聞以外の大手メディアでは全く辻元の名前すら出てきませんが、ネット上ではかなり話題になっている情報です。ところどころで炎上していたことから、これはまずいと思ったのか、26日に玉木氏がツイッターで、翌27日に辻元氏本人の公開記者会見を行う、逃げも隠れもしない旨の発言をされていたのですが、当日にドタキャン、約束を勝手に保護したということで、今ネット上で騒がれている状態です。以下玉木氏が発信した3つのツイートを簡単にまとめると、1、釈明のため翌日に辻元清美氏本人の公式記者会見を行うと発表、記者会見する予定と書いてありますが、その次の文で逃げも隠れもいたしませんとありますので、確実に会見を行うという理解でいいと思います。2、当日会見は行わないとのドタキャン発表。3、玉木氏のツイートを信じて辻元氏の記者会見が27日に行われると某テレビ番組であるジャーナリストが話したのですが、それに対して玉木氏は、ジャーナリストのくせに取材もせずにツイートだけを頼りに発言するなという意味のツイートを発表になります。実は3で登場するジャーナリストは私が敬愛している山口則之氏、最新刊の暗闘という安倍首相を主人公としたノンフィクション小説にはとても感銘を受けましたし、当チャンネルでも山口氏の発言を時々引用させていただいたりしています。それはともかく、この玉木氏の理不尽なツイートに山口氏は大変激怒されたようで、この3つのツイートをご自身のフェイスブック上で順番に示された上で、玉木氏のツイートに対する率直な感想を募集されていました。以下山口氏のフェイスブックからの引用になります。投稿3連発1、皆さんのご意見を拝聴したいことが起きたのでツイッター投稿を3つ転載します。コメントをお寄せくださる方は、添付した玉木雄一郎さんの3つのツイートを順番にご考覧いただいた上で、最後の投稿3連発まとめのコメント欄にお願いします。民進党玉木雄一郎氏ツイート。ネット等で辻元議員に関する情報が出ていますが、すでに党からコメントを出している通り事実無根です。また明日午後本人が公式に記者会見する予定です。逃げも隠れもいたしません。山口氏、こういうツイートをした人が。投稿3連発2、民進党玉木雄一郎氏ツイート。昨日はあまりにデマがひどいので辻元議員が会見しますと書きましたが、すでに党として公式コメントを出しており、また本件で問題をすり替えようとうごめいている方々がいらっしゃるようなので、会見は行わず従来通りの対応といたします。山口氏、やっぱり逃げも隠れもすると予定変更を報告し、投稿3連発3、民進党玉木雄一郎氏ツイート。某テレビ局の番組でジャーナリストとされる方が辻元議員が記者会見すると盛んに言っていたと聞きましたが、これまで私に一切取材はありません。
昨日のツイッターにはあくまで予定としか書いていません。取材もせず私のツイートだけを頼りに発言するジャーナリストなどいらっしゃるのでしょうか。山口氏、自分のツイートは信用してはいけないと逆ギレしています。投稿3連発まとめ、123と読んでいただけたでしょうか。万が一一連の投稿がアカウントの乗っ取りなどではなく民進党玉木雄一郎議員本人のツイートならばありえないと思いますが、少なくとも以下3つの結論にたどり着きます。玉木雄一郎議員のツイートは本人に再確認するまで決して信じてはならない。民進党並びに辻元清美議員は逃げも隠れもせず行うはずだった会見を中止して有権者に対する説明という舞台から逃げた上で隠れた。トランプ大統領をはじめとする政治家のツイートを本人に再確認することなくニュースにするすべてのメディアは失格である。皆様はいかがお感じでしょうか。ぜひご意見をお寄せください。以上、山口範之氏の4つのページをご紹介しましたが、私が思っていたことを具体的にまとめていらっしゃったので、とても気持ちよく読ませていただきました。とても大切な内容だと思いますので、ぜひ山口氏の Facebook を拡散、そしてご意見をそちらに寄せていただければと思います。山口範之氏の Facebook へのリンク先は、本動画の説明欄をご覧ください。以下、山口氏の Facebook に寄せられたコメントをまとめています。今後、コメントはどんどん増え続けていくと思いますので、ぜひ山口氏の Facebook にアクセスしてください。ネットの反応。国益を考えない議員などいりません。自分たちが会見を開くことによるハレーションを恐れただけなのに、素直にことを大きくしたくないからやめますと言わず、特定のジャーナリストに帰席させるのは卑怯としか言いようがありません。そもそも党と本人が否定したから終わりという時点で間違っている。玉木議員は確か党の幹事長代理でしたよね。党の要職にあるものがこれなら押して知るべしですね。最近の民進党は集団自殺に向かっているように見えます。まともな野党がなくなるのは大問題です。玉木議員の発言で裏を取らずツイッターを信じるようなジャーナリストはいないというような発言があります。このジャーナリストは山口さんなのか他の方なのかは分かりませんが、ジャーナリストとして最もバカにされた発言だと思います。ご自分の名誉のためにもこのジャーナリストの方の活躍を期待します。玉木さんは会見しましょうと党本部と掛け合ったんじゃないかと思います。それらしい返事もいただけたからよしと先走ってツイートしてしまったんじゃないかなと。結果は自爆で真相は分かりませんが、最後の山口さんに責任転嫁してるついは論外です。会見中止になったと素直に謝罪だけすればいいのに他人のせいにするなんて汚すぎる。議員を名乗ってほしくないです。本当にこんな政治家が日本にいることにがっかりします。アカウント乗っ取りの可能性を玉木代議士が言い訳に使う可能性は否定できません。2年ほど前の虎ノ門ニュース8時入りで女性精神科医が苦し紛れに語ったアカウント乗っ取りの虚言でテレビからその姿が消えました。同じ鉄を踏まないように祈っております。それならきちんとそれこそ情報公開しご説明される義務があると思いますがね。政治家としての責任をひたすら安倍総理に追及してきたのですから、それぐらい当たり前でしょう。そもそも国会議員だろうが一般国民だろうが SNS で投稿した内容について本人に再確認しなければ信じていけないというなら SNS なんてやめなさいと思います。 Twitter はもう法の言論空間として確立している。残念ながら乗っ取りではないようですね。人として国会議員としての資質を疑います。ご本人へしっかりとした取材が必要でしょうが、あまり価値がないと思います。とにかく卑怯、子供でもわかるロジックが通じず姿勢や返答が尻滅裂なのです。取材もしないでというなら
トランプ大統領のつぶやきも無視するしかないと玉城議員は言ってますね。政治家が言葉に責任を持たないなら政治家の何を信じればいいのか。国会での発言に責任を取らない政党ですから、ツイッターの発言は押して知るべし、騙される方が悪いという理屈なのでしょう。このことを一切取り上げないテレビメディア、よほど表に出すのが怖いのか。先日 BS 富士のプライムニュースで玉城さんは情報公開と提言されていましたね。有言実行ちゃんとしましょうよ。どうしてメディアは奴らをかばうのですか。テレビが報道しないということを傘に、言いたい放題やりたい放題、そのくせ政権は言論統制を行っているというデマを流す。玉城の顔を見ると虫唾が走る。偉そうな物言いには殺意を覚える。一番の問題は売国野党の都合の悪いことは報道しない、歪曲する、捏造してまでも守るマスゴミです。玉城議員自身とその後援会より辻元議員の後援会の方が恐ろしく影響力が強く、党内のパワーバランスが辻元議員に傾いて玉城議員の発言を引っ込めさせたのかもしれません。これはもうブーメランでさえないですよね。かっこ笑い。玉城なる人物は責任感がなく、二枚どころではない下の枚数を誇るようです。ここまでいい加減な人物がまさか代議士であるとか冗談の世界ですね。山口則之。私が信じたのは、当該ツイートが玉城さんの本人のものであること、玉城さんは信頼できる政治家であること、玉城さんが辻元さんに確認せず、本人が明日会見する予定です、逃げも隠れもしません、などという発信をするはずがないと考えました。以上のことを踏まえ、いくつかのテレビ番組で辻元清美さんは会見をされるようですと伝聞ベースの発言をしました。ツイッターやフェイスブックを利用して政治家が盛んに発信する時代です。私は国会議員のつぶやきや発信は信じるに足るものだと考えています。またある議員が会見する気もないのに同僚議員が虚偽の会見予定をつぶやくなどということはありえないと考えていました。それでも伝聞だったので、伝聞として会見をされるそうですと発言しました。問題があったとは今でも思いません。よろしければ評価クリック、コメント、チャンネル登録をお願いします。